ああ、ちなみに、そうそう、あの、ロイド S スキーっていうね、あの、裏名義でやってて、ほんまに乗り込んというね、フリーでやってるのに、お前それでええのかって言ったら、まあ、それって、あの、2次元と3次元は別ですから。うん。二次元はドリコンですよ。二次元はドリコンかもしれないけど、あのね、三次元の書きはね、あれですよ、子供好きな人が見たらわかるらしいです。うん。うん。山田さん、絶対子供嫌いでしょって、こう、バレたかって。まず子供がおったら3歩下がる。すんげえ距離を取る。ね。まず、こっそり距離を取る。とにかく近寄らない。ね、ガキには近寄らない。近寄らない。で、あとはね、なんかね、聞かれたらね、もうね、あの、非業務開始ですから、今日ね、これしたの、そう、それしたの、って感じでね、それでね、会話をね、間延びさせてね、つまんねえってさせてね、どっかにさせてもらうとね、あまあまあ、ってどっかに行ってもらうとかね、まあ、それでなくてもね、近寄ってきてね、大体ね、まあ、泣かれます、ね。なんでやっていうね、